今日寒い中皆さん応援ありがとうございます。先に失点してしまったんですけど、まあ、そういう前向きな行動でこういう勝ち点とか点を取れると思いました。はい、まあ、次マリノス戦ですけど、まあ、気持ち切り替えて今日は勝ったっていう気持ちで、まあ、明日からもうマリノスの準備をしていきたいと思うので勝ってみんなで喜びを分かち合いましょう。